イエーイ。チャチャチャーン。こんにちは。MC ブイミーです。DJ マロンです。こんにちは。今日は感謝トーマス磁石でつながるトーマスと仲間たちセットの紹介です。待ってました。これはね、磁石キューブっていうこういうキューブがたくさん入ってて、いろんな形に作ったりトーマスやパーシュが作れるっていうとっても楽しいおもちゃなんだよ。アニメで見たやつが実際に僕らが作れちゃうっていうね。すごいねこれは。しかもなんとこれはね、年齢に合わせてステップアップできちゃうっていうね。ステップアップ。そう、小さい子は最初並べるっていう遊び方ね。磁石はとっても簡単だからさ、つなげられるわけよ。ちっちゃい子でも並べるの次はつなぎ合わせる。そう、磁石同士をつなぎ合わせていろんな形にする。そしてその時は組み立てる。上にも乗っかるし下にも乗っかるし。もうこれ機関車さながらだね。さながらでしょ。わわわわわ、これはジオラマプレイシート。すごい、これいろいろ書いてあるね。そう、これね、このプレイシートもついてくるんだけど、うん、このバナナを置いて、これ積みにもくっつく。そういうこと。すごい。こうやってね、自由に遊べるし。とぶどうじゃん。そう、ぶどうだよ。こうやって置いて、トーマスたちが来ます。すごい。タッタラタン。あ、こうやって走らせるんですね。そう。で、バナナをね、乗っけていきましょう。あ、なるほど、さっきのバナナさんをここに積むんだ。そうなの。へえ。トーマスがちゃんと運んでくれるから。すごいね。次はブドウさん。すごい。こうやって遊べるし、これ以外にもさ、例えば自分でさ、画用紙にさ、線路を描いて、好きなものを描いて遊ぶこともできるし、もう遊び方は無限大だよね。すごいね。それはもうやり始めると止まらないやつだね。そうなの。本当に楽しくて、もうね、絶対こうしなきゃいけないってものがないから、だからこそ楽しいの。自由だね。そう、自由なわけよ。あれ、これは何？そう、これは、あの、みんなの大好きなクランキー。クランキー。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。あのクランキーはさ、うん、こう荷物をさ持ち上げてくれるからさ、これを持ち上げてくれるんですよ。そういうこと。この2つをまとめて、お、まとめた。お届けポーン。すごい。クランキーよろしくね。すごい、これトーマスの世界観も忠実に再現してるね。そうなの。でも絶対っていうのがないから、いろんな遊び方をしていいっていうのが楽しいところよ。これ積むんだ。そういうわけ。すごい。何でもできちゃうわけよ。だからね、すごいね。クランキーも詰めて、そう、自由に何でも組み立てられちゃうっていうわけ。そして機関車たちは僕らがお家に帰るみたいに車庫に帰っていきます。これ並ぶんだね。そういうわけ。そしてみんなが大好き、あのヒロができちゃうわけよ。あのヒロだ。ヒロだ、かっこいい。あ、これ並び替えて顔を作るわけね。そう。ブロックが6個に三角キューブが2つ、これだけでいろんなパターンのさ、機関車とかいろんな形ができちゃうって、なんか本当にすごいなって思う。これは？これはね、自由に作ったの。僕のオリジナル乗り物だね。これはズイミンのオリジナルだよね。そうそう、これはね、私が作ったやつで、うん、まあ、早そうでしょ。早そう、かっこいい。すごいね。こうやってさ、いろんなさ、新しいものを作って楽しめるのがいいところだよね。楽しいね、ほんと。想像力は無限大ってやつだね。そう、ほんとに楽しいし、もっといろんなのが作れるから、ずっと遊んでられるよ、うん、これは。これは遊べるね。そう。ということで、今日は磁石でつながるトーマスと仲間たちセットを紹介したんだけど、どうだった、ズイミー。いや、これはね、本当にね、ずっと遊べる感じしたね。それじゃあ、僕たちもトーマスに乗って出発。ポッポー。ちゃんちゃん、ちゃんとしてね。チャンネル登録よろしくね。ちゃんちゃん、ちゃんとしてね。ポチポチポチっとするだけさ。ちゃんちゃん、チャンネル登録すると僕らが喜ぶし、ワクワク動画待ってるよ。 YouTube、 イエイエイ、チャンネル登録よろしくお願いします。